共同通信によりますと、 NHK の受信料制度が契約の自由を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は6日、合憲と初判断しました。テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘、テレビを設置した時点に遡り負担する義務があるとしたということです。訴えられたのは2006年3月からテレビを持つ東京都の男性で、2011年9月に受信契約の締結を求める通知書を受け取りましたが拒否し続け、 NHK から受信料約20万円の支払いを求めて提訴されました。訴訟では受信設備を設置した者は NHK と受信契約を結ばなければならないと定めた放送法64条1項の解釈などが争点となりました。大法廷は受信料制度についてNHK に国家機関などからの影響が及ばないようにし、広く公平に負担を求める仕組みだとして、64条1項は契約を強制する規定だと判断。制度は国民の知る権利を充足するために採用され、表現の自由を確保するという放送法の目的を達成するために必要で合憲としたということです。なっております、時代に逆行するナイスな判決ですね。いやーすごいですね。門田隆昌先生のね、名作、裁判官が、日本を滅ぼすというね、そういう本があるんですけど、ぜひ読んでいただいて、まあ、いかに裁判官というのはね、常識のない人たちで、もうこう日本のね、まあ日本というか国際的なこの放送のトレンドから取り残される日本みたいなね、感じになっていくのかなと思いましたね。はい。だって、ね、おかしいですよね。まあ、ちょっと細かいテクニックを後で語るとして、はい、全世界的なトレンドはですね、まあ、要はその、電波帯がアナログ時代、貴重で、でもう本当に10個以下ぐらいしかチャンネルが入らなかった頃は、はい、1個1個のチャンネル大事でね、でそこで公平なことやったり、ね、するのってものすごい配慮しなきゃいけないと、で放送法も昔できた法律なんで、だから4条にね、公平公正にとか書いてあるわけですよ。でそういうのに完全に丸々乗っかって、はい、で NHK はまあ広く薄く国民からお金を集めて、政治的に偏らない放送をやっていますという建前を今でも実現しているという前提で、もう前提2個ぐらい重なってるんですよ、ね。でそれでそのまあ滞納したら、まあ、受信設備なんだから払いなさいみたいなこう3つぐらいこう乗ってるんですよね。でまずその電波帯域の問題でいうと、圧縮技術とデジタル技術の開発によって、まあ、圧縮技術ってデジタル技術ですけど、デジタル技術の進化によってですね、今その、昔放送してた、電波帯ですよね、1バンドに大体3チャンネル入ってるんですよ。 3TS 入ってて、今地デジも3つできますよね。あれもっと圧縮できるんですよ、やろうと思えば。そういう意味でいうとその電波帯が必要だったんで、そのまあもらえるその電波帯もらえるいくつかの少ない業者がね、すごくこう、高い倫理観を持って公平公正にとかやらなくても、もう好き勝手流せと、100チャンネルぐらいあるから好きなの見ろってやっていいんですよ。で国際的なトレンドはそっちね、技術的な進化に対応して法律も変わるんですけど、日本は最高裁がそういう判断をしないので、国会で法律を変えるまではもう多分これ変わんないです、こまめくと。はい。だからもう完全にその世界的なその放送のトレンドっていうのには日本は乗り遅れてると思ってください。でそれにまあ最高裁かぶせてきたと。既得権者であるその地上波およびそのオーナーである新聞社が、ね、もうその岩盤規制やってるわけですよ。前川ね、ビーチ前川みたいな、ビーチ前川みたいな岩盤規制やって、そこにまあその最高裁まで迎合してきていると。これもう政治の力で変えるしかないですね。大田さんいかがですか。政治の力借りたいですけど、肝心な国会答弁でも、不都合な部分は全部放送しないで、どうでもいいくだらない盛りかけばっかりとか、もう全然偏向報道、これだけ国民の怒りが右からも左からも押し寄せてるのに、まあたぬきみたいにね、放火無理して、そしてこういう裁判で今、でもよほど逆に義務が生じたということですよ。もう絶対こんなね、変な報道はできないだろうということですよね。ただ大田さんの月曜日の青山茂春さんがご登場の時にですね、その北朝鮮からの漂着船のね、中にいる人間がもしその天然痘ウイルスを持ってたりとか、はい、そのバイオテロの可能性の危険性をその、見落としてはいけないというような、あの趣旨の、その国会での質疑ですね、それも全然 NHK が報道しないと、そういう一番大事じゃないですか。で視聴者の方がそれに対する抗議のね、あの電話なりメールなりをやっても、担当の者に伝えますという、その役所仕事を火で鼻くくりすぎの返事、返答しかない、現時点では どうされてもね、それ以上いかないっていう 現状がありますよね。だからあの地上波というね、貴重な資源をそのまあ
ほぼただ同然で、払い下げられてですね、はい、でそれをまあその何ですか、使っていいという業者様は、みんなすごく賢い人がいて、間違えないんです、はい、絶対間違えない、正しい人が地上波の放送をやってるっていう前提での判決なんで、だそれだけ信頼できる業者で、はい、もう皆様の NHK なんですと、だからあのもう広く薄く負担してね、払いなさいっていう判決なわけでしょ、古いんですよ、裁判官もね、実態知らないんじゃないですか、実態知らないですね、まあ、だからデジタルテレビが映ってる、どういうテクノロジーによってこれが映ってるかとか全く考えない人なんでしょうね、はい、過去どれだけ NHK がいろいろ問題ある放送してきたかっていうのをちゃんと見てないんですかね、はい、そうですね、それ論点2ですよね、うん、要はその、電波とか放送のトレンド、国際的なトレンド、技術トレンドから言って古い、で2つ目がそのじゃあ公平公正な報道やってたかっていうと、もうこれ大阪さんにもう、あの今日これ残り全部これ語ってもらってもいいぐらいなんですけどやってんの？いや絶対、私も自分の足で取材して捏造をちゃんと暴いたんで、これはもう確信断言できます、やってなかったんです。例えばジャパンデビューっていうあの番組でも、ね、日本と台湾の分断工作ですよ、で台湾と戦争もしてないの日台戦争なんていう言葉を使ったり、現場でもやらせ捏造があったんです。私台湾の奥地まで行って、ここにも出て井上和彦さんと一緒に暴いたんです、だからね、こんなの氷山の一角で、いろいろと NHK のやってきた過去のインチキごまかし、こう洗脳番組っていうのがあるんで、もういい加減にしろって、じゃあこの国民の怒りはどこにぶつけたらいいんだって話ですよ、こんなねインチキなね、で情報戦に対して戦ってくれてんな、ともかくですよ、敵に塩を送るようなね、放送海外でも繰り広げといて、それで国民には受信料払えって冗談じゃないよって話じゃないですか、そして義務としてね、ね、どうしたらいいんですか。でもこの最高裁でこんなまたトンチンカンな判決が出ちゃった。いやもうこれだから最終的にはですね、これは3つ目なんですけど、じゃあその回避するにはどうすればいいかと、あの合法的にね、私はね、あの、まあ提案したいのは、チューナーなしテレビ、まあ、つまりモニターですね、モニターを皆さん買いましょう、であのテレビチューナーは入れない、というのがいるかなと。だからあのちょっとそのベンチャーとかでね、あの NHK を払わなくていいチューナーみたいなやつを出せばいいと思うんですね、であの私がいつも言ってるそのシームレス構造にした方がいいと思うんですよ、あの BS、まあ、BS も映っちゃうと NHK 受信料取られるので、まあ、スカパーとあとまあネットばっかりみたいな、まあ、なんかそれただ単に中南ですね、中南というかモニターに普通にパソコンつなげるだけなんですけど、まあそういう風にした方がいいかなと、まあ、もしくはモニターに Apple TV ぶっ刺すとか、Chromecast ぶっ刺すとか、そういう感じでテレビ見たら皆さんって思うんですよね。いや本当に、いやジョンさんおっしゃる通りで、こういう判決出るとなんか余計テレビ離れがね、拍車かかりそうな感じしますけどね。本当ですよ、ね、うちもテレビ捨てたんですいません、NHK 料金払うのやめましたっていうのはありですよね、はい、いやおかしくないですよね、そうなってもね、全然ね、それあのあれですよ、集金人がすげえ無茶な手段で確認しに来ようとするので、もうビデオあのなんかニコ生とかで中継しながら、はい、集金人が今、入るなという聖書を無視して住居し不法侵入の現行犯でございますと、現行犯なので私は警察ではないですが、こいつを逮捕しますとか言ってちょっと荒っぽくやって逮捕したりとか、実況したらいいと思いますよね、はいはい、しかもね、どこの企業も競争でね、大変な思いでみんなやってるのに、平均年収1700万円ですよね、社員の。そんな悠々自適にふんぞり返っちゃってですよ、でなおかつね、痴漢とかですね、性犯罪も多いじゃないですか、しょっちゅう出てきますよ、NHK の。その話も出てきます。あ、さっきも出てきたけど、痴漢はどこでもいるからいいんですけど、まあ、NHK はね、世界最大の放送局で人もいっぱいいるので、人がたくさんいると一定の確率で性犯罪起こりますからね、はい、人数が多いのは職員が多いからっていう言い訳をする可能性もありますから、そこは気をつけましょう、はい、そうですね、でまあね、いや私はもうこの許せないな何がこの1700万のって、そうなんですよ、だからその、まあ、あの僕はだからこれわけ考えないですけど、技術トレンドから言っても、日本をその、ね、あの放送技術後進国みたいにするのかと、ていうか技術的には進化しても、コンテンツがそれについていかない、法整備がついていかない、これはあの私がいつも言ってるヤギアンテナの呪いですよね、ね、戦前日本がヤギアンテナを開発して、あれレーダーにもなるすごい発明だったのに、全然その価値に気づかないで、軍がね、はい、で欧米で特許を公開したら、イギリスとアメリカがこれすげえって言って、もう巨額の。あの資金を投じてあれをレーダーに仕上げちゃうわけですよ、それが日本海軍の艦艇がどこにいるとか、飛行機どこから飛んでくるっていうのを発見して、日本軍に重大なダメージを与えたわけで、なんでヤギアンテナ日本でやらなかったのと、
最悪のオウンゴールですよね。そうですよね。そんな形でね。はい。で、これデジタルテレビの技術とかもね、日本の家電メーカーいいもの開発しても、結局コンテンツとか、そのコンテンツをめぐる法整備がついていかないっていうことで、これヤギアンテナ状態になる可能性がありますよね。私はまずそっちの面から言いたい。で、当然、大高さんおっしゃる通り、もう内容がろくでもないんですけど。ろくでもない。左も右も起こってんだから。朝ドラとかにもね、すごい変更、歴史熱度を入れてくるわけですよ。朝ドラにあります？朝ドラありますよ。ありますか？なんかこう戦争のシーンとかあった後、戦争終わるとね、なんかあなた、チャイナでひどいことしたんでしょうみたいな、なんかそういうセリフ言わせたりとかよくあるんですよ。あ、そんな。あります、あります。なんで関三女から美術の解説聞かなきゃいけないの？よくわかんないですよ。ね、じゃあどうするの？一応美術館ですね。あんなの、もっと専門家出せばいいじゃないですか。それでね、日本にいる外国人ね、日本国籍持ってる人や中国人にも在日の人にもちゃんとお金取んなさいよ。絶対これ増えてる日本にいる外国人で日本国籍持ってたって、テレビ持ってたって払うわけないじゃないですか。そうですね、集金にそっち行ってんのかってね。行ってくださいよ、日本人差別しないでください。そっちから手つけなさいって言いたいです。あと子会社のうさんくささ。そんなもんって韓国でね、BS 映るんで、韓国行って集金しなきゃいけないんですよ。本当本当、もうそのままソウルに行っていただいて帰らないでいいですよ。もう電波映るとこで設備持ってたら全部金払えって言うんだったら、韓国は映りますよ、 BS。 そうそうそう、だからもう少なくともプサンにはもう NHK の集金所がないとおかしいですよね。そうそうそう、はい、半島に集金所作って頑張っていただきたい。そうそうそう、民間から取るんですから、これ国家関係ないですからね。象をやってる連中と同じで、民間がそうしてるだけなんで、我々は何もできませんとか言って、集金に、凶暴な集金に送り込んでやればいいんですよ。そうそうそう、頑張っても、日本人差別しないでいただきたい。韓国に集金行けっていうのはありですね。ありですよ、応援しますよ。外国人どころか韓国直接行っていいんです。だって映るんだもん。ねえ、映ったとこ行けばいいじゃん。行けじゃん、行けよお前って。衛星1で契約取ってこいみたいなね。こんな暴論がもしまかり通るなら、我々もそういうふうに言うしかないですね。そうです。面白いんで言いましょう、これ。はい。まずはこのニュースからでございました。